大和なでしこは2000年10月9日から12月18日まで毎週月曜日21時21時54分にフジテレビ系の月9枠で放送された日本のテレビドラマ主演は松島七子である全11回で平均視聴率26.4%最高視聴率は34.2% この数字はコメディドラマとしては1977年9月26日以降では史上2番目の記録である素敵な王子様を見つければ幸せなお姫様になれると信じる客室乗務員の女性と彼女に振り回される貧乏な男性を通して男と女の出会いの不思議を描くロマンスコメディコメディの基本である本質の取り違えを抑えながら 夢を見ずにいられない女性の孤独を演じた松島七々子の代表作となった。視聴率は月9では3年ぶりに30%を突破し、同枠では久々のヒット作となった。本作は恋愛ドラマとしては2019年5月現在、同枠の中での最後の30%達成ドラマである。2001年4月6日には金曜エンタテイメント枠で、 恋とはどんなものかしら山と、なでしこディレクターズカットが放送された。再放送は、チャンネルアルファは国て2008年までに8度されており、東海テレビ放送や、関西テレビでも毎年のように、再放送されていたが、2009年以降は出演者の不祥事により、フジテレビを、はじめ、各系列局や CS 放送の、フジテレビワンツーネクスト、 BS デジタル放送の BS 富士においても再放送は行われていない。2020年4月クールの月九ドラマ、スーツ、スーツ2が新型コロナウイルス感染拡大の影響で第3話以降の放送を延期するに至り、月九枠において同年7月6日と7月13日の2週にわたって山戸嘉手子20周年特別編として放送された。 内容が生々しいことから、日本航空などの航空会社からの協力を得ることができなかったこともあり、制作時に現役の客室乗務員や日本航空の客室乗務員を解雇され、タレントになった島田律子などに取材し、作品のディテールを作った。また、脚本の中園美穂は、フジテレビ社員と現役客室乗務員との合コンをセッティングした。 2003年には韓国でキム・ヒソン主演によりリメイクドラマが制作された。なお、フジテレビ系のドラマでリメイク券が売れたのはこれが初めてのことであった。中国語圏でも放映されているが、その際の題名はヤマト・ナデではなくヤマト・ハイキン・ナであった。客室乗務員の神の桜子は、気配り上手で類まれな美貌を持つが、 貧しい漁師の家に生まれた過去から、玉残しに乗るべく、合コンに情熱を燃やしていた。大病院の温蔵師を射止めても、さらなる標的を狙う桜子の前に現れたのは、中原大介。しかし、本当の彼は、小さな魚屋で恋愛に臆病だった。心よりお金が大事と公言する一方で、亡き母が教えてくれたお金では買えないたった一つの、ものが頭を離れない桜子が、 本当の恋を見つけるまでを描く物語である。ドラマ中で、巨春の配達者として使われていたトヨタファンカー号主なゲストその他、ゲスト最終話は74分の拡大版で、瞬間最高視聴率は22時10分の39.9%。共同テレビ制作の連続ドラマでは、最大のヒット作となった。2001年4月6日に金曜エンターテイメントの枠で放送。 正式タイトルは、恋とはどんなものかしら山と、なでしこ、ディレクターズカットに10世紀最後の合コンデで出会った、伝説のカップルが今夜帰ってきたである。放送時間は21時23時22分。視聴率は19.6%を記録。また、関東では2004年4月3日に土曜ワイド枠で再放送されている。放送部分を再編集して、 最終話の後日談を描いた診察部分を加えたディレクターズカット版。桜子と大介が結婚した後も、カスヤと佐久間は相変わらずスチュアーデスと合コンを繰り返していた。ある合コンの席で、カスヤと佐久間は合コンで知り合って素晴らしい結婚をした友人がいると女性たちを口説く。それは、桜子と大介の出会いから結婚するまでのを、 彼女たちに語ることであった。派信札部分の出演者。幼鳥宿女は2003年8月13日から同年10月2日まで韓国 SBS で放映されたテレビドラマ。全16話。題名は主教に収められた一編干書から取られており、意味合いは大和なでしこ同様、品位があり、言動がおとなしくしとやかな女性の意味である。韓国国内で、 日本のテレビ番組、特にテレビドラマの同作、表説が問題化し、韓国放送委員会が表説、模倣に関する審議指針の制定を発表した直後、フジテレビより正式に放映権を購入した上でリメイクされた。日本で高い人気を博したテレビドラマのリメイク作品ということで高視聴率が期待されたが、登場人物に対する視聴者からの反感を買い、 視聴率は10%台半ばに止まった。その後、フジテレビは、同作品の放映権を、リメイク権を販売した時の、約10倍に当たる5億ウオンで逆輸入し、地上波や、系列のフジテレビ 721BS、富士などで放送した。貧しい漁村で生まれ育ったハミンギョンは、父親の借金の方に売られそうになる寸前、ソウルに上京。持ち前の美貌を武器に、 花の客室乗務員になり上がっていった。玉の腰結婚を目指し日々合コンに励む民業は、ある日、後輩のスヨンラと参加した合コンで、新四歩と出会う。四歩資産家の冷息と勘違いした民業は、彼女に、熱烈なプロポーズを捧げる、ゲーム会社サニーの副社長文ドンギを袖にし、四歩との関係を深めていく。だが、ヨンホは、 実はさえない持ち菓子屋の息子で借金もある身だった。貧乏に育ち、愛よりお金をモットーに合コンを繰り返す、客室乗務員という女性主人公の設定は変わっていないが、韓国版では相手役の男性の職業が天文学者への道を断念した持ち菓子屋に変化。また、日本版では性格が良い設定だった主人公の婚約者や後輩スチュアーですが、 韓国版では古速な野心家に返事、卑怯な手段で主人公と相手男性を陥れる。ラブコメディとして軽いタッチのストーリーであるが、交通事故あり、主人公と相手男性に関わる出生の秘密ありと伝統的な韓国ドラマの要素も盛り込まれている。新四歩役には一般投票から選ばれた新人俳優個数をキャスティング。スヨン役には パクハンビョルが選ばれた。ドラマの挿入歌として採用されたポニーの淑女へは中西安氏、最後の雨の韓国語カバー曲である、幼鳥淑女に関するカテゴリー。ありがとうございます。